あのヘムズという用語を説明していきます。これはあの家庭で使うエネルギーを管理するためのシステムです。まあ、ここの写真がありに、ね、あるような感じで、もう電気の電力、太陽光でこう蓄電池があったり、この電力というものを総合的にあの管理をしていくものをヘムズというふうに呼んでます。まあ,あの政府もね、このヘムズをとにかくね家庭に導入していくぞと。 いうふうなこ目標も立っててますのであのこういうね試験のスマートマスターとかスマートハウスねスマートマスター試験を継承するスマートハウスをやっていくにはこのヘ物ズというものを欠かせないものになってきてます。まあ、どんどんねこれ進化していってますのでねこのまあ家庭でエネルギーを管理するためのシステムだというところをこ覚えておいてください。